花芽おなあちゃんです。本日は歌のプリンス様ゲームシリーズ紹介、よいしょ。歌のプリンス様、たくさんねソフトが発売されているんですけど、そちらを一本一本どういうストーリーなのかとか、どういう順番でプレイしていけばいいのかとかをご紹介していきたいなと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは紹介スタート。それでは紹介していきます。まず一作品目、歌のプリンス様、こちらが無印作品でございます。こちらどんなお話かと言いますと、アーティストを育成する競争倍率200倍の超難関芸能専門学校早乙女学園に入学した作曲家志望の主人公のお話で、卒業式に行われるシャイニング事務所新人発掘オーディション合格に向けて、アイドル志望の男子1名とパートナーを組み、1年間の学園生活を送るという話になっております。攻略キャラクターは一途京都や聖川雅人、篠宮夏樹、一ノ瀬時矢、神宮寺蓮、クルス翔、隠しキャラクターの計7名でございます。次、2作品目、歌のプリンス様アメージングエリアです。こちら本編のファンディスクでして、早乙女学園卒業直後のお話となっております。攻略キャラクターは一時音や聖川雅人、篠宮夏樹の3人に加え、相島セシル、そして本編のサブキャラクターであるシャイニング早乙女の計5人でございます。次、3作品目、歌のプリンス様スウィートセレナーデです。こちらも本編のファンディスクでして、早乙女学園卒業直後のお話です。まあ、これはアメージングエリアと攻略キャラクターが違うっていうだけですね。で、スウィートセレナーデの攻略キャラクターは、一ノ瀬時矢、神宮寺蓮、クルス翔に加えて、本編のサブキャラクターである月宮りんごと日向龍也の計5人でございます。はい、そして4作目、歌のプリンス様リピートです。こちらは無印作品のリメイク版となっております。次、5作品目歌のプリンス様ミュージックです。本編とファンディスクの演奏試験をまとめたミニゲーム集となっております。次、6作目歌のプリンス様デビューでございます。こちらは本編の続編で、早乙女学園卒業から1年後のお話で、シャイニング事務所マスターコースでのデビューするまでの物語が描かれております。攻略キャラクターは本編と同じ7人です。またこの作品で事務所の先輩であることぶきれいじ、黒崎蘭丸、三風愛、カミュが初めて登場します。次、7作目、歌のプリンス様オールスターです。こちらも本編の続編でして、早乙女学園卒業から1年半後のお話となっております。先輩とパートナーを組み、曲作りを行っていく先輩ルートと、先生と恋人同士になったその後を描く先生ルート、本編攻略キャラクター7人と一緒に曲作りを行っていくレインボールートの計3つのルートが用意されています。ただ個別ルートは先輩ルートと先生ルートにだけ用意されている形となっております。次、8作目歌のプリンス様ミュージック2です。こちらはデビューやオールスターなどの続編やアニメに出てきた曲を演奏できるミニゲーム集第2弾となっております。はい、9作目歌プリアイランドです。これはこういう感じのミニゲームアプリでございます。次、10作目歌のプリンス様オールスターアフターシークレットです。こちらはオールスターのファンディスクでして、攻略キャラクターとは恋人同士の状態から物語がスタートします。新曲を作り続ける作曲家とアイドルとして活躍するキャラクターとの物語が描かれております。で、ここまで紹介したアプリ以外の作品はプレイステーションポータブルソフトとして発売されております。はい、じゃあ次、11作目歌のプリンス様ミュージック3
です。プレイステーションビータソフトとして発売されたミニゲーム集第3弾です。次、12作目、歌のプリンス様リピートラブです。歌のプリンス様リピートに追加要素が加わり、システム面も大幅に改良されて、プレイステーションビータソフトとして発売された作品です。13作品目、歌のプリンス様シャイニングライブです。これはこういう感じのリズムゲームアプリとなってます。次、14作品目、歌のプリンス様アメージングエリア&スウィートセレナーデラブです。歌のプリンス様アメージングエリアとスウィートセレナーデ、この2本が1つになって、さらに追加要素も加わってプレイステーションビータソフトとして発売された作品となってます。次、15作目、歌のプリンス様リピートラブ for Nintendo Switch です。こちらは歌のプリンス様リピートラブの Nintendo Switch 移植作品です。次、16作品目、歌のプリンス様アメージングエリア&スウィートセレナーデ for Nintendo Switch です。こちらも一緒ですね。歌のプリンス様アメージングエリア&スウィートセレナーデラブの Nintendo Switch 移植作品です。次、歌のプリンス様デビュー for Nintendo Switch です。これも歌のプリンス様デビューの Nintendo Switch 移植作品です。次、18作目、歌のプリンス様オールスター for Nintendo Switch です。これも一緒、歌のプリンス様オールスターが Nintendo Switch に移植された作品です。はい、現時点で発売されてる歌のプリンス様のゲームはこれで以上かと思われます。で、一応発売日未定なんですけど、歌のプリンス様ドルチェビータっていうシリーズの完全新作が今制作中なんかな、まあらしいです。ドルチェビータっていうタイトルですけど、ニンテンドースイッチのソフトとして発売予定です。歌プリのゲームシリーズ紹介はこれで以上です。ほんでどっからプレイしたらええんやって思われてると思うんですけど、まあ、私が個人的におすすめやなって思うのは、無印作品のリメイク版である歌のプリンス様リピートとかリピートラブから入るのがいいんじゃないかなと思います。リメイク版なのですごくイラストも綺麗だし、何よりやっぱりね、無印のシナリオが一番歌プリ感があってすごく楽しいし、よろしく頼むぞ。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。